こんにちは、スプリングです。私は今岐阜県は、ここは何だったかな、白川とかなんかそんなとこだったかなと思うんですが、本日は高山線の撮影に来ております。というかまあこれで第3弾というような感じなんですが、美濃白川と書いてありますね。早速ですけどお昼ご飯食べていきましょう。まもなくね、信号場があるんですけども、列車が交換するんですね。まあそれとてもいいんですけどね、やっぱりねうまいもん食いたいですよね。というわけで、この飛騨地域の郷土料理、けいちゃん焼きを食べていきましょう。やっぱこっちに来るとね、こいつは食わないとダメなんですね。そうこうすると、あ、なんかやってきましたね。 HC85系、 みんな一生懸命撮ってますけどね、私はこの飯を食いながら一生懸命撮っております。まあどっちがいいかですよね。まあ電車取るのももちろんいいと思うんですけど、まあ、美味しいものを食わないとダメでしょうということで、今回はミル鉄。いやー美味しいですね、けいちゃん焼きね。こう一味をかけるとね、より一層美味しくなるんですよね。というわけで、まあ半分ぐらい食べたところで、また外を見ると、おー今度は K85 じゃないですか。こっちはこちらはね、引退をしてしまいますけど、まあ引退する列車よりもまずは飯だということでね、列車を見ながらの美味しいお昼ご飯タイムということでございました。ごちそうさまです。というわけで、ちゃんと撮影をしていきます。ごめんなさい、ふざけすぎました。というわけで、やってまいりましたのは下麻生駅と中川辺の駅の間ですね。本当にこの日は天気悪いんですよね。一日中曇り、しかしながらこの前ね、結構雨降ってたんですよね。まあこういうような感じでね、この辺り割と直線があるんですね。まあ天気はもうこんな感じですので、もうどこで撮ってもね、あんま関係ないということで、この後ね、10両編成の飛騨号をやってまいりますので、やっぱ10両はね、編成写真でかっこよく撮ってみたいなというのもありましたので、撮っていきたいと思います。その前にやってまいりました、キハ25系、電車型機動車です。まあ、こちら動画だけということですが、さあそして次、先ほどのキハ25から約20分ほど経ちましたかね。まあ雨もパラパラしてたんですが、今度キハ85系引退をしてしまいます。10両編成の車両がやってまいりました。いや本当にね、機動車のこのなんか無茶苦茶な連結っていうのは本当にね、なんかかっこいいですよね。しかも長大編成の機動車ってほんまにないですからね。いやー、かっこいい。というわけで、無難な編成写真ですが、こんな感じで撮ってみました。やっぱ重量編成、映えますね。かっこいいのが撮れました。我満足なり、いいですね。いやー、続いて、キハ85、ありがとう、飛騨号でしたっけ？ちょっと忘れてしまいました。こんにちは、飛騨。違うな、なんだっけ？ありがとう、キハ85、飛騨号か。ちょっと難しい名前ですね。私には覚えられませんが。それを撮ろうと思うんですけど、4両なので編成写真を撮ってもつまりません。ですのでね、ちょっとなんかないか散策をしております。まあもうね、あったかいので、先ほども桜と咲きかけでしたけど写真を撮ったので、このね向こうに実はね、ちょっとまだ咲きかけの桜があるんですよね。ちょっとそれと一緒に撮れないか、ちょっと行ってみましょう。天気は微妙ですが、春と、最後の春ですね。キハ85にとっての最後の春と一緒に撮影してみようかなと思います。あれが撮れるかどうかですな。というわけで、やってまいりましたが、どうでしょう。ちょっと寂しいね。上にもっと伸びてたら、綺麗かなと思うんですけど。あ、これ梅か。桜じゃなさそうですね。梅かな。ちょっと植物疎いんですけども。なんで撮るか。ちょっと試してみましょうか。結果的には満足いきませんでしたので、いろいろ探してみると、まあ私好みのものがいっぱいあるんですね。よく見るとね、この地面ギリギリにね、カメラを構えるとメルヘンが広がっているわけですよ。ここにはね、ちょっと画面には映ってませんけども。タンポポがあるんですね。そしてやってくるのは、ありがとう、キハ85、飛騨号。いやー、かっこいいですなー。4両編成、トップナンバーばかりを集めた、臨時列車ですけど、写真撮ることができました。こんな感じですね。いやー、本当にメルヘンが広がっておりました。いやー、なんか本当に春がやってきたなっていうような感じがいたします。まあ、春がやってくると、春っていうのは本当に出会いと別れの季節ですからね。
そしてぼーっとしている時キハ85定期列車がやってきてしまいました。忘れておりました。いやー本当にかっこいい車両でしたね、キハ85系。まあ何期ではまだ走りますけどね。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際はチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。